はい、どうもタイガです。今回やっていくのはこちら。まあ、多分ね、意外とね、知ってる人はヘイトがたまるから、こいつバット。まあスキルで相手の大型をね、一発で止めたり、中型を一発で止めたり、もう動けなくし大ダメージ。このね、バットさん、このキャラをね、まあ名前ビートルの方が強いって書いてますけど、あの昔ね、ビートルと比べられてたんですよ。そうで、このキャラを使ってやっていきたいと思います。はい、大型をね、やっぱ倒せるっていうのもすごい強いところで、で今ね、ゼウスを使ってるじゃないですか。でゼウスバットを、まあゼウスが火力ちょっと低いんで、バットで止めてゼウスで一網打尽。そう、要は火力キャラとかをね、止めれるのが強いんで、やっていきたいと思います。しかもね、バットね、ちょうど金バッジも持ってるんでね、かなり活躍できるんじゃないかと思います。流し性能も結構あるんですよね。まあ、魔導とか管理とかを出されなければ止まらないので。そして、うん、悪くもないんだけど良くもないって感じ。とりあえず足が欲しいですよね、なるべくできれば。うん、悪くはないな。ちょっと攻め手が少ないけど行こうか。両方とも大型進撃なんで行きましょう。よし、したら、剣士一刻で散った。まあ2発打ちましょうかね。バイクもう1本切らせましょうか。お、間に合いそうですね、ラッキー。間に合わないかこれ。あ、ミスター、大砲せ、大砲せ。何のために3発打ったんだ。まあいいでしょう。こういうね、銃剣士が強いじゃないですか。こういうキャラに対してね、バットがね、結構ね、有効に活躍できたりするんですよね。こうやってやられましたけど、あ、バイク入っちゃった。バイクが入ってしまった。ビームとりあえずビーム。危ね、取られたら負けちゃう。でもう後ろはね、やられちゃうと思うんで、ここだけ魔導でしっかり抑えて、ここからバットゲーを始めたいところなんですけど、あー、ちょっと窓早かったな。まだもう一方的に殴るかな。あ、殴れてますね。 OKOK で、カマキリが OK、 強い。このキャラ強いんだ。バット流していきましょうか。後ろはね、頑張って時間稼いでもらって、バット流し、とにかく流す。あ、時間が足りないこれ。時間が足りないやつだ。これ時間が足りないやつだ。あー、時間が足りないやつだこれ。バット意外と攻撃速度速いんだよな。よし、次行きましょうか。倍率落としたのもったいな。大砲撃ちすぎ事件ですね。最近やたら大砲が雑なんで、ちょっとしっかり次からやりましょう。すぐ調子上がりそう。好調下げ。好調下げ。好調失墜みたいな。何言ってんだ。よし、行きましょうか。バットですね、バット。したら、うん、悪くないんじゃないですか。対空がね、中型しかいないんですけど、まあ、大型の対空が両方とも、一応対空持ってるっていう。
でバルフォワードが来るときついので、ゼウスをねあんまりね早々に来てしまうと危ないかなって感じなので、まあ、バットとねカマキリが両方ともねかなりタイマンやばいキャラなんで、こいつを使ってしっかりね圧をかけていきたいところですね。さあカマキリ、こいつのね削り性能がなかなかえぐいんですよ。ここだ、大砲だ、打ちすぎたか、でも取らしてくれたぞ。上バット行っちゃおうかな。そしてオークももらってよいしょ、いいんじゃないですかね。で下のラインもねオークもらいましょうか。で多分なんか出してくると思うんで、出してこないかな。ここでゴレか、まさかの。これはねかなり厳しいと思ったんですけど、まさかの、あそういうパターン、死んじゃう、そういうパターンはね死んじゃうからやめてほしいんですけど。そしたらここリリス行きましょうか。よいしょよいしょ、うん、とりあえずこれで一方的にやりましょう。 OK、 強いぞバット、いいぞ。いつの間にかいろんなキャラたちやられてるけど、まあいいでしょう。ここら辺はねやってもらって、しっかりとここもね倒してもらって、抜けてんすけど、抜けてるけど大丈夫これ。また時間足りないとかならないよね。大丈夫大丈夫と思うんだけど。あなんか剣士間に合ってねえんだけど、何が起きてんの一体。もういいや、前行こう。落ちちゃった。まあいいか、よしよし。いやシャーク、うん、だからバットがねやっぱその大型を掴んでしまうって結構簡単に掴むんですよね。デビルの即死率よりも高いんで。そう、でもリリース使ってる時に、まあ、今の引いた感じですけど、まあ、ゴール出てきてやべえなって時にバットで掴んじゃえばゴールも倒せるし、まあそういう場合大体引っ張ってからバット出すんですけど、引っ張ってバット出して掴ましてリリースで一方的にやるみたいな。で小悪魔出しておけばバットがね小悪魔によって守られてみたいなこともできるし、よし。コウモリ固めね11もね取ろうか迷ったんですけどね、まだ取ってない。悪くないけど札は対空がなくて足がないのでちょっとやり直し、これだったらまだいいですね、足があるんで。でバット金鉢、よし、剣士3体置いて、相手は足いないっぽいですね。そしたら猫置きましょうか。大砲撃っていく、これ取りたいですよね。もう一発必要になると思いますけど構わない、ちょっと危ない。さあ下のラインもねロックも置いちゃいましょうか。ここはコングだな、あのねキラリーがねあんまりコングで吹っ飛ばされないんですよね、なぜか知らないですけど。ちょっとここやだな、ポイッと投げて、あいいダメージは入ってますね。ただちょっとめんどくさい、ちょっとどころじゃねえ。どうしましょうかね、こうイカズチしてほしいですけど、あーしない、そこでそこでイカズチしないと困るな。これバット流してもねよくないんですよ。よいしょ、トーンダメージは入れますけど、あーいいダメージ入った、そこで
ガッツもね倒さないといけないじゃないですか。あ、強っ。ただあ、強っ。強い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 、バット強い。掴みそう、これ掴まなかった。まあでも強っ。蜂がね無理なんですよね、バットね。蜂にコウモリ固めがほぼ入らないんで、ただ他のキャラでカバーしてあげる。いいね。いや危なかった、ちょっと蜂のせいでバットしか、もう何だろう、倒せる道がないのに蜂がいるみたいな。でもなんとかなりましたね。よしよしよし、いいぞいいぞ。これもし次3倍干渉でもね、360で5990なんで、もう一回だけいきましょうか。調子、おお下がってない、えらいな。好調下げからずっとやられてるな。よし、行きましょうか。初戦ね、一発目、変に落としてるんで、ちょっとね、ここからはもうしっかりと、落とさずに、行きましょう。よし。あ、そういえば昨日フリー対戦の、このトレダマ歌手やってねえよ。あ、そうですか。もったいないな。バット、シャッフルしすぎかな。まあでもなんかどの札も弱いっすね。何も入らなかったな。2倍。でもバットとビートルって面白いんじゃないですか。なかなかタイマン勝ちまくり手札っすよね今回。飛ばないでくれたら嬉しい。あんまりだよな、そりゃ。マンドラ埋めましょうか。フクロウか。フクロウちょっと苦手っすね。どうしましょうかね。ん？え、なんで？ハスクリーム入んなかったのか。全然見てなかったよ、下。またこいつスクリームしなかったのか。本当にスキル発動率落ちててひどいよな。最近当たり落ちてますよね、スキル発動率。寝たり起きたりしてる。オッケーオッケー。とりあえず倒してもらって詰めていこう。大型来ねえかな。それ上からスッと入れてって、オッケー。そしたらここセウスバット重ね、激流この位置入るな。もう一個下だった。まあでも倒してくれそうなんでいいでしょう。で裏はね、あのペンギンにはマンドラがいるんで、お、ちゃんと打ってください、ね、次は。でここで何か来ればヒュードラ、チビドラ、バット重ね、バット取れてんや。まあでもヒュードラやってくれるでしょう。チビドラもいるし、削る速度やば、倒せるでしょう。ナイス。またスクリームしてね。よし、まあいったでしょう、完勝。ナイスね。もうなんかね、マンドラね信用できないですよね本当に。ポイって置くじゃん、で大丈夫でしょって置いて間違えタップしちゃった。スクリームするんでしょって思って放置するとスクリームしないで、いつの間にかねひょこっと出てきて普通にダメージ入れてるっていう。今補欠にしたいですもん、ソロ。マルチはまあいいかなって感じ。マルチって結局2人以上でやるわけだから、うん、キャラ数でも多いしね、全然いいかなとは思うんですけど。さてチャージして、よし、やっと。長いなこれ。ラスト1、ラストいきましょう。ラストこれで終わり。いや、バットでもいい感じに働いてたと思いますよ、今の試合も。まあ、チビドラ強かったですけどね、今の試合は、一番。やっぱね、その、コングさっき掴んだりとか、まあ、他のキャラもそうなんですけど、動けなくなるじゃないですか。
昔はね、通常攻撃だけできてスキルは打たないってね、感じだったんですよ。それがね、今もう何もできないんで、相当強い。ちょっとな、スライムとクレフラ両方いらないな。ダブル神。なしじゃないよね。行こうか。まあ、あんま良くもないんだけど。お、なんか、あ、いいね、倍。美味しいな。倍率が、入るようになってきましたね。相手足いるのか？剣士しか出してないけど。ああ、そういうね。あ、そういうね。あ、待って、これ、写真。オッケーだけど、これ、スケリーダーだな。強いな、このスケ。なるほど、そういうパターンか。ういあーっと、トラでかい。まあ一応ライダー落としたんですけど、これかなり厳しいですね。これ相性があんま良くない。ん、そこに来る。 OK、 でも潰してもらって、潰してもらってるけど、うちのゼウスが弱え。こんなやられる。問題はチビドラがマジで重いこと。これチビドラ流されたらマジきつい。ああ、これあれだな、バット切るべきじゃなかったかな。いや、このねバットやられたくないんだけど、やられてく。チビクロがね一応いるんでね、このチビクロを有効活用したいんですけど。そうですよね、チビドラいますよね。ここやられるじゃん。ナスは、ナス早く行って。これドローの匂いがしますね。まあでもこれでチビドローラストなんで、ドローにした方がいいかな。チビクロ上にして、多分ドローにした方がいいっすよね。これただこれ復活してくる可能性があるんで、そこだけ本当に怖いんですよね。明日来なかった。オッケー。よし、取っていく。とりあえず、一応できるだけやるんですけど、多分ドローっすね。相手までキャラいるんで。いや、惜しいな。クソ、結構いい感じにいったんですけど。まあ、しゃあない、しゃあない。まあ、バットのやっぱ天敵が8。で、8と、まあ、ビートルも無理ですけど、まあ、ビートルはね、3体だからしょうがないですけど、8の場合ってキャラ数上回ってんで、そう、結構厳しいですよね。まあ、でもそれでもね、強いですけど。よし、まあ、最後ちょっとバットね、活躍しづらかったですけど、まあ、いいでしょう。チビドラとか、まあ、場合によってはトロールとかでも、サーキバスとかでも、流したりとかして、バットでね、処理することもできるんで、かなりね、いいキャラ。持ってて損はないと思うんですけどね。要は、苦手なキャラって、まあみんないると思うんですよ、たくさん。で、そういう苦手なキャラを、処理できるキャラで、要はっても簡単に勝てるのが、バットとビートルですね。バットの場合は、斜めから当てられるんで一方的にできる。ビートルは斜めからできないけど、バットよりもスキル発動率が高い。ただ、バットも別に高くない、低くないんですよ。それで、バットは大型を狩れると。で、ビートルの場合とバットの場合、あとはね、ビートルの場合は単純に自分が異空間に行って無敵で戦えるじゃないですか。他のキャラからは干渉されずに戦えるじゃないですか。そう。で、バットの場合は他のキャラに殴られちゃうんですよね、やっぱり。でもその代わり相手動けなくするんで。そう。まあ、結構似てるキャラではあると思う。全然おすすめではありますよ。やっぱりその差は、動けなくなるってのはいいと思う。タイマンが強いんでね。苦手なキャラが出たときに、やっぱ対処できるっていうのはすごい強い。さあ、そして、トロフィー獲得報酬？あ、これはゼウスか。なんか激レアでなんかいっぱいもらうらしいですよね、トロフィーね。当たんないですけど。はい、今回もね、ご視聴ありがとうございました。よかったらね、皆さんチャンネル登録、グッドボタンぜひよろしくお願いします。またよかったら、ぜひご視聴ください。では、お疲れ様です。